こんばんは、平山茂です。今日は11月22日、月曜日でございます。現在時刻は7時11分。7時11分でございます。皆様、本日も一日、お仕事、学校、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。さあ、今日はですね、ロト6ですね。月曜日ということで、ロト6の結果をね、発表したいと思います。毎週月曜日だけ、私、極地、ロト6を買っております。今日はですね、ロト6、第1640回ですか?こちら、前回、前々回と1等が出てなかったということで、キャリーオーバーがとんでもないことになっております。なので、今日は、ロト6発表をね、心待ちにしている人、たくさんいるんじゃないかと思います。ただ私はですね、最近もう絶不調でございまして、そんなに気合を入れて発表はしないことにしております。何よりもですね、見てくれている皆様に、大丈夫だよ、大丈夫だから、大丈夫ですからね、こういった言葉をかける。これを私、使命と思ってやっておりますので、ロト6はあくまでおまけでございます。なので、今日は外れてます。今日は外れました。はい。外れました。もうさーっとこう、ちょっと薄めに今日の結果をこの辺に発表したいなと思うんですけれども、もう発表されてるんですかね。はい。全然ダメでした。惨敗でした。ちょっとでもね、高額当選して、まあ自分自身もちょっとお金にゆとりが欲しいですし、まあ仕事も辞めたいなっていう気持ちもあるんですけども、まあ皆様ね、同じだと、同じではないかもしれないんですけど、まあ仕事辞めたいなという方もいらっしゃると思うんでね、そういう方に、僕自身がもし高額当選した場合はね、そういうちょっとお金にね不自由してるとか、ちょっとお金に苦労してるという方に対して少しでも、まあプレゼントできたらいいなと思って、こういう企画をやっております。はい。まあお金が全てではないですけれども、お金もあったらより一層人生が楽しくなるんじゃないかなと思いまして、私日々大丈夫だよ大丈夫だよと言いながらもロト6やっております。さあ今日はね、結果こんな感じでございますので、もうこれ以上は何もお伝えすることはできませんね。早くね、こう天に突き刺さるような手をこうグラッと上げたいんですけどね、やったぞって、やったぞって叫びたいんですけど、まあなかなかね、そんな日は来ないと思いますので、まあ毎週月曜日にはなりますけれども、引き続きですね、ロト6楽しみにしていただけたらいいなと思います。コツコツ継続して買っていこうと思っております。そしてまあね、日々皆様も買ってるということはね、一緒に頑張りましょう。高額当選狙いましょう。さあ大丈夫ですよ、大丈夫です。うん、ロト6は外れました。でもいいんです、大丈夫だから、大丈夫ですからね。明日お休み、お仕事、まあいろいろ皆様あると思いますけれども、明日も一日楽しく過ごしましょう。それではご視聴ありがとうございました。平山茂でございました。それではおやすみなさい。悔しいですね。悔しい。でも大丈夫。おやすみなさい。